皆さんこんにちは。6月15日のショーチャンネルです。今日は朝久しぶりに奥沢駅というところで朝の街頭活動、朝活をさせていただきました。地元の東京5区手塚義雄衆議院議員とともに、私はですね、今日は今国会で取り組んできた学生支援のこの話を中心に報告をしました。で、今日その朝活をですね、あらっと思ってみたらですね、消防団の方が見に来てくれていました。女性消防団員の方です。私、消防団員 その損害賠償保険、この創設をするべきだというふうに総務大臣に要望したんですね。現状まだそれは実現していないんですが、国家賠償法をしっかりと使うようにという事務連絡を全国になんと私の質問主意書付きで出してくれました。これを見てですね、消防団の方がありがとうございますということでお礼を言いに来てくれました。やっぱり皆さんいろいろやっぱり思うところがあるんだと思います。国家賠償法というものを使うことになっていたとしても、これ被害を受けた方がその額でいいですよ、その賠償でいいですよって言ってくださらないと成立しないんですよね。ですので私がいくつか実例聞いたんですが、皆さん自腹を切っている、消防団員の方でプールをして何かあった時にそれで払っているというような、そういう話が散見されています。これをまずは国家賠償法を何があっても使ってくださいということで、自腹を切らないようにという通達が全国に出たということで、お礼に来てくださいました。嬉しかったです。はい、でこちらの自分で5月1日に作った塩村彩香ニュースな